はい、週休2日半で月300万稼ぐ一人治療科の前川です。いつも動画をご覧いただき本当にありがとうございます。今回は反応の出るヘッドラインの理由ですね、それについてお伝えしていきたいと思います。まずヘッドラインって何のためにあるかっていうことなんですけども、何のためだと思うでしょうか。で、ヘッドラインっていうのはその広告を読ますためにあるんですね。なので、読んでもらわないと意味がないので、読んでもらえるヘッドライン。まずこれがいいヘッドラインの理由ですね。で、面白いもんで、こうヘッドライン、見出しを変えるだけで、コンバージョン、反応が全然変わったりしてくるんで、もうめちゃめちゃ重要な部分になってきます。で、この部分の勉強ってやっぱり徹底的にしていく必要がありますし、大金払ってでも学ばれた方がいいかなと思います。実際僕も考えてますけど、あんまりうまくできないですね。うまくできない。っていうか、考えてないですよね。いろんないい広告の見出しをちょっと使わせてもらってますけども。はい。なので、まず、いい見出しの条件。読みたくなる見出しですね。読みたくなる見出し。読みたくなる見出し。これ見たときに、あ、なんやろうな、気になるな、って言って見てしまう見出しですね。なので、あなたがアダルトサイトですね、エロ動画見るときにタイトルで決めますよね。中身どんなんか分からへんかったら、うわ見たらもう最悪や、こんなんやったとかね、あると思うんですけども、そういうのです。そのタイトルに惹かれてクリックしちゃうわけじゃないですか。そういったのがいい見出しなんですね。そういった見出しをあなたの治療院風にアレンジして考えていくっていうことがとても大事になります。なのでそういったのを参考してもらってもいいですし、今治療院業界で多いヘッドラインですね、今回は紹介したいと思います。3つ紹介します。まず1つ目。なぜから始まるメッセージですね。これめっちゃ多いですね、今ね。面白くないわっていうぐらい多いんですけども、まあ、反応あるからね、みんなやってるんでしょうけども、なぜ、何々は何々なのかとか。今ね、とある DVD 教材売っているところは、なぜから全部始まってますよね。なぜ一瞬で肩こりが良くなるのかとか。なぜ6ヶ月も続く五十肩が一発で良くなるのかとか。ちょっと気になるじゃないですか。で、次ですね、何々ですかっていうのですね。これは何があるかな。整形外科からも推薦される腰痛治療院をご存知ですかとか、他はメディアで話題沸騰の腰痛治療院をご存知ですか、とはしますか。何があるかな、僕もパッと出てこないですけども、このまま放っておいたら手術になってしまう腰痛なのにそのまま放っておきますかとか、そんな感じのことですっていうメッセージっていうのは基本的に読みたくなるんですね。なぜって言ったらなんでやろうってなるし、ハテナでおられたら気になるしっていう感じですね。なのでまあこういったものを使ってヘッドラインを考えていくと、とても効率よくたくさんのヘッドラインを作ることができます。で、反応の出るヘッドラインの理由というのはこういうことですね。見てもらえる。見てもらえるという部分です。で、見てもらっても、まあ、そこでいろいろテクニックがありますよ。ベネフィットを2つ入れるとかね。数字を入れた方が反応が上がるとかありますけども。まずはこう、見てもらえるヘッドラインかどうか、面白い見出しかどうか、っていう部分にフォーカスしてやっていかれてはいかがでしょうか。そんな感じで今日は終わっていきたいと思います。ではまた会いましょう。さよなら。